皆さんこんにちは。年中無休の反抗期、みーちゃんこと峯岸みなみです。あのレジェンド猫様、おちまる先生のお家にお邪魔しております。私はですね、お家にいるスケちゃんスケちゃん以外の猫ちゃんと触れ合うことがほとんどないので、仲良くできるか不安なのですが、気に入ってもらいたいと思います。頑張ります。もち様と仲良くなりたい。あーもうかわいい。さあ始まりました。私峯岸みなみがですね、世界一かわいい人気者と言ってもいいんじゃないでしょうか、もち丸様に会いに行く動画でございます。あらまもち様、やっぱりねちょっと警戒してる部分もあるのかなと思うんですけど、かわいいお顔を半分だけ見せてくれています。おやつ持ってきたの。そして仲良くなれるためにはサッシーのですね YouTube を見て勉強もしました。まずはこうおやつとかでちょっとねお近づきになる、これはもうね動物あるあるですよね。ちゃんと下僕様に許可をいただいて、このおやつあげていいですかということで、開けさせていただくことにしております。もちもち丸々ですごい可愛くて、かわいい。やっぱ動画で見てももちろんかわいいんですけど、めちゃくちゃ実物かわいいです。当たり前のように、あーくんくんしております。はい、出ました。この右手にねちょっと残ったおやつをあげようと差し出すと、はい、お手もち様のお手いただきました。ありがとうございます。おやつはあげたものの、なかなか距離は縮まりません。まだね、会ってから数十分ですから。はい、気を取り直して続いての作戦。こちらはですね、親伊豆家のアルルくんがですね、黒ウーロン茶のペットボトルを投げるともう大喜びで取りに行ってこっちまで戻ってきてくれる、加えて戻ってきてくれるというですね、まあ、遊びというか芸があるんですけれども、さて反応はいかがなんでしょうか。それが何かみたいな顔しないでよ。うん、そうだよね、あんまり加えて持ってくる猫ちゃんっていないよね。ただ私なんか下手、痛すぎ。これはムチ様も楽しくないわ。うまくいったけど興味なし、固まってしまいました。あんまり興味がなさそうでした。でもちょっとさ距離が縮まってる感じがして嬉しいよね。あ、今私の方見た。ポイントは私の半目です。これは下僕さんにちょっと目がインパクトがある人は目が合った時に怖がっちゃうから薄めの方がいいみたいなアドバイスをいただいて、この日半分ぐらいは半目で過ごしてました。ちょっとねこたつの中に隠れちゃったんですけど、めちゃくちゃ可愛いんですよね。顔が見えても可愛いし、なんかこの見えないでこのこたつが動いてる感じもめちゃくちゃ可愛くて、あーチラッとね、ごめんね、チラッとお顔見せてね。可愛い、可愛い、可愛いね。お耳ピンってしちゃってすいません、失礼いたしました。また来ます。この窓際がもち様のお気に入りの場所らしく、いや僕様におもちゃを貸していただいてちょっと遊んでみるというね。やっとこうまともに遊べた感じがしました。はい、もうここからはね私の音声なんかいらないぐらい絵力が強いので、しばし黙っておこうかなと思いますが、めちゃくちゃ可愛いな。
ペットボトルの蓋作戦がダメだったので、またもやおもちゃを借りてもち様と距離を縮める作戦をして、ここでね、もうちょっと遊んで疲れたところもあり、ちょっとずつ私に慣れてくれたのもありで、少しだけ触らせていただくことに成功しました。めちゃくちゃ嬉しかった、かわいい。はい、指ハートで愛を伝えておりますが、もち様に伝わったのでしょうか。こちらはですね、あのエビ天の切りぐるみ、これ多分エビのね切りぐるみは多分このもち様の動画でめちゃくちゃ流行って、シャケちゃんもアルルちゃんも持ってるんですけれども、エビ天の方持ってないんじゃないかということで、もち様の方のチャンネルで私がプレゼントさせていただいているので、ぜひもちまる日記の方もご覧ください。もちまる先生のお家にお邪魔しましたが、かわいい、たくさん遊んでもらって、最後にはなでなでさせてもらうところまでお近づきになることができました。動画で見る世界一かわいい猫様はリアルであっても本当に愛くるしかったです。もち様ありがとうございました。皆さん、もち様の可愛さ伝わったでしょうか。ぜひもちまる日記の方もご覧ください。